どうも皆さんこんにちは、ひとり親方です。さて今回はね、リクエスト動画ということでね、長いロープの中間あたりで、しっかりと張りたいっていう時のねロープワークをご紹介したいと思います。いただいたコメントの中で、こんな風にして使ってますよっていうのは一応書いてはいたんですけど、僕がおすすめする2選ですね、今からご紹介します。でサムネイルにもありましたけど、引き回さなくていいっていうのは一応念のため言っておきますけど、こうかけた後ね、長いロープをこうやって引き出して、ね、何度もやって巻いて、でこういう煩わしさがないようにするための方法ですね。じゃあ今から2選ねやっていきます。じゃあまず1つ目ですね、帆足結びっていうロープワークがあるんですけども、それの折り返した状態で結ぶパターンをやってみたいと思いますね。まずロープをね折り返した状態で、少し結ぶのでね長めに取っておいてくださいね。で引いてきたとします。でここの対象物に結びたいと引っ張ってきて、で支柱にかけますよね。で折り返した状態のやつを一回巻いてきます。こうですね、この引いてきたロープに一回かけるんですけども、このかけて引くことによってねギュッと引き締めるので、まずこのロープがしっかり張るようにね、こうね緩まないようにしっかり張った状態でキープしてください。で上からかけて、下からでもいいんですけど一回かけて緩まないように持っててくださいね。でここで一回ギュッと、でその後裏へ回して、この部分ですね、上からね当たるようにして斜めにかけてね、斜めにかけてあげるとここのねロープの元の方が抑え込まれて、緩まなくなりますから、はい。でかけて一回出てきましたね。でそれを下から取って、で上に差し入れます。上から差し入れます。緩まないように持っとってください。そうですね。でこれも同じくギューッとね引き込んでやります。そしたら引く力でね、ここはヒッチで止まるから、張った状態で緩まないですね。でこれが帆足結びなんです。でそれの、折り返した状態で使用するパターンですね。で、これでもねちょっと緩みが心配だという方は、ここをねクローブヒッチにしてるとなお安心ですね。今下から取って上から刺しましたね。で向こうに出てますよね。でそれをもう一回ね下からくるって取って、出ている方向に対して、ね、出ている方向と同じ進行方向で巻いてあげて、でまたもう一回上から刺してあげると。でこれも同じくヒューッとね締まるように引き締めると。そうするとここちょっと見づらいですけど、クローブヒッチと同じ構造ができるので、引っ張る力が働くと余計に締まるというね、これでなお安心ですよね。はい、じゃあ1つ目は帆足結びのね折り返した状態で使用したバージョンでした。でもう一つねご紹介します。でもう一つのバージョンは以前に「カウランキン」というね便宜上僕のチャンネルでご紹介しているカウヒッチを利用した南京結びをねご紹介したことあるんですけど、それなんですね。動画はね過去に作ってはいるんですけども、せっかくなので、ご存知でない方のためにもう一度ねここでやってみたいと思います。手を入れて握ってあげると。でそれを返すと。そしたらここにカウヒッチができますからね。はい、でこれを一つ支柱より少し離れたところでね、もっと離らかしたところで作りたいんですけど、もうちょっとカメラの関係で今ここで作ってますけど、ね、ちょっとこっちで作りますね。はい、じゃあ今なんとか画面の端にカウヒッチを作った状態です。でロープを支柱にかけて、で上に乗せますね。上に乗せる。で、このロープの端がね、ロープの端が乗っている少し手前のところに出ている元ロープをここで引っ張り上げます。こうね。そしたら引っかかった状態で、見づらいな、こっちから取るか。引っかかった状態で上にスルスルーっと引き出してきますね。こうね。でこの引き出したロープをここのねカウヒッチ、今持ってたところの中に通してあげます。こうね。であとはこれをね引くだけだの倍力システムが作れてギューッと締まるんですよ。でその時にカウヒッチを持ってる状態でこれをね手前に折り返してやりますね。手前に折り返す。折り返しながらこっちを引くとギューッとこうね。そしたら通したループが折り返されて固定されるので、まあ、摩擦抵抗が上がってグッと止まりますね。でこれを引くと南京結びと一緒で3倍力の力が働きます。バシッとね張った状態を止めることができますね。今ロープ一度も引き回してないですよね。一回かけてそこ中から抜いてってしただけで引き回さずにロープを張ることができました。でこれはまあどう固定するか、まあ好みなんですけど、僕はもうここで折り返した状態にしてでこれをね、まあ、23周くるくる巻いて。で最後このロープの中にね入れ込んだりして引き締めますね。でそうすると倍力が働いた状態でロックします。で解除させる時はまあこのね巻いてあるやつをくるくる取ってでここを少しテンションを緩めてあげると、緩んだらここのねカウヒッチで結んであるところが外れますからね。見ての通り引き回さない状態でね貼ることができました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回はねリクエスト動画ということでね長いロープの中間で結びを施して、まあ、引き回さずにですね貼ることのできるロープワークをご紹介しました。まあその帆足結びもそうなんですけど、このカウ南京はね意外とご存知でない方いらっしゃるかと思うんでね、是非この機会皆さんもやってみてではいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。